ろしくお願いします。こんにちは。すごい、だいぶ長さに伸びて、重さ押さないよろしくお願いします。長さすごい伸びましたね。そうですね、結構なんか何でもいけそう。2ブロックにしてたんですね。あ、そうです。で、はい、1ヶ月半ぐらいですよね。あ、そうなんですね。早いです。早いですよね。ありがとうございます。長さはどんな感じでいきましょう。こう程度です。こういう、はい、なんか上長めの横刈り上げてとかっていうか。いや、そうですね。なるほど、なるほど。だから伸ばしてってこういう感じか。はあ、なるほど、なるほど。そうですね。じゃあ、ボズで。ボズ、はい。ボズでいいんですか。ボズで、はい。すみません。全然。はい。はい。全然大丈夫です。大丈夫ですか。ボズ何ミリぐらいって。15ミリで。結構長いですよ。あ、ほんまですか。じゃあ、15ミリで。じゃあ、15ミリ。はい。確かに。横をちょっと短くすると立体感が出るというか。ああ、ほんまですか。立体感欲しいですね。立体感求めちゃいましょうか。常に 3D 求めてるんで僕。大丈夫ですか。そうですね。今日もここ来るまで大変だったんじゃないですか。周りの人から他だよって。そうですね。今日はでもこの後ある感じで、今のとこはなかったですね。この後、あ、他だよって言われる感じ。言われる可能性は大いにありますけど今日はなかったです、ね。はい。この後次どこなんですか。西麻布ですね。麻布ですか。ご自宅の近くですか。あ、ご自宅です。ご自宅に帰る。はい。岡田さんは立ち位置的に、はい、マルチタレントなんです。そうですね、マルチタレントです僕は。いろいろやってるんですよ。はい。マルチに活躍されてる。そうですね、かなりのマルチタレント。そこはっきりさせたいなって自分の中で思ったんですけど。ああ、そうですね。YouTuber でもね、あの芸人でもないです。マルチタレントです。マルチタレント。はあ、銀の盾もらっちゃったりとかして、すごいなって思いました、ね。あれ、何？銀の盾、YouTube の。銀の盾。ああ、ありましたね。過去の栄光には。確か忘れてました。数字あんまり見てなくて、佐野くんに金の盾を渡してもらって、あ、行ったんやみたいな感覚でしたね。なるほど、気づいたら行っちゃってた。そうですね、びっくりしました、だから。いや、そういうもんですよね、でもね。そうですね。楽しくやってると。結構、麻布、徘徊してるんですか。最近はちょっと外あんまり出れないですけど、まあ、結構徘徊してますね。コンビニとか、スーパーとかですね。スーパー、ああ。リーキ。はい。リーキ最近売ってないんですよ。はい。一回でもマグロの目ん玉を料理した回があって、マグロの目ん玉めちゃめちゃ入荷してて、マジで、リーキも入ってて、リーキなかったんですけど、そこに一回も見てんのかなと。岡田さんこう意識してる感じが、うん、あ、すいません、出てました。あ、お疲れ様。そうですね。ああ、すごっ。こんな感じですね。この後じゃあシャンプーして、顔剃りも。はい。はい、すいません。ありがとうございます。マッサージを。眉毛はどうされますか。15ミリで。あ、形なんですけど。形ですか。綺麗な感じで。背中の柏さん。あ、あれ、あ、あれ、家じゃない、あ、そうか、あ、家じゃない、お家じゃない、あ、お家じゃない、あ、すいません、あ、ありがとうございます。肩もやっちゃいます。結構硬いですよね。あんまり凝ってない。あ、ほんまですか。あ、よかった。
まり来らない。そうですね、ちょっと型にはあんまり出ないですね。型にははい、まさかの機械を使って。あ、はい、忙しいってさっき言いましたけど。そうですね、テレビとかも増えてきて、ただテレビで自分をちゃんと表現できてるかっていうのが自分の中でちょっと分かんない部分もあって、しっかり表現していきたいなって思いますね、やっぱり。あ、そうなんですね。結構そこもプロ意識が。そうですね、結構やっぱりマルチタレントとしてしっかりやっていきたいっていうのがあります。そう、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いいですね。なんかカトゥーンの田中聖さんみたいですね、なんか。わ、すごい。すごい、はい。ありがとうございます、本当に。あ、最後あの、はい、ジェルつけてもらって。あ、つけないです。あ、つけないですか。あ、終わりです。終わりですか。あ、ほんまに。そうか、そう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。